はい、私たちはですね、今石岡市上青柳にあります八里かやぶき屋根保存会の会長さんのお宅にお邪魔しています。この辺りの地区は昔ながらの日本の農村風景が残っている地域でして、このお宅の周りの風景もですね、日本昔話の世界に迷い込んでしまったのではないかなと思うほど、車などがとっても、まあ、似つかわしくないと言ってしまうとそれまでなんですが、ちょっとね、不自然なものに映ってしまうような、そういった昔ながらの日本の原風景の中に来ています。本当に気持ちよい天気の中、こういったところに来ると心まで解放されるような、そういった気持ちになるんですが、今日はですね、この八里かやぶき屋根保存会の会長さんにお話を伺っていきたいと思います。八里かやぶき屋根保存会の会長さんの木崎真さんです。よろしくお願いします。いや、でも木崎さんのお宅、門があって、門を入りますと左手には書院、そして中央には母屋があって、でその奥には蔵があるなど、こういった地区になっていますが、これはこの地域ならではだそうですね。そうですね、なんと言いますか、うん、やはりそれだけの史跡があったからできたんでしょうね。ああ、じゃあ歴史も長く続いている地域ということになりますね。そうですね、うちの先祖様はね、慶長年代の前にここへ、うん、まあ入りましたからね、うん、大体10人くらいの、まあ、一つのグループがあったんでしょう。もともと武士だったんですよね。なるほど。それが佐竹さんが秋田へ行くときにここへ入り込んで、うん、到着したっていう歴史があって、あ、その書類があるんですよね。そういう形ですから、よくこれまで長い間ここにいたかなという感じですね。はい、木崎さんのお宅の周りの地域にも、もうたくさんの大きな農家さんだなと思うようなお家がたくさんあって、まあ、その合間に田んぼだったりとか、畑なども広がっているわけなんですが、木崎さん、今日はですね、八里かやぶき屋根保存会の活動について伺おうと思っているんですけれども、はい、八里かやぶき屋根保存会なんですが、どういった皆さんが参加されているんですか？話すと長くなっちゃうんですけどもね、はい、ここもこの部落もほとんど昔は茅屋根の集落だったんですが、うん、農地開放っていうものがあってから、はい、急激に茅屋根がなくなってしまってね、現在のようなように、まあ、ここでは約2棟2軒しか残ってないんですよ。で、うちあたりもそうなんですけれども、はい、全体的な問題で、うん、まあ、いろんなことをブラグの仕事や何かをやってましたからね、うん、なかなかこのうちを建て返すっていうところまで変は回らないということで、そのままになっておって、今ここのブラグでは2軒しか貝屋根を持ってる人はおりません。でもそうなってきますと、やっぱり建っている建物の数が少なくなると、貝屋の吹き替えなんかの時には、ね、職人さんを探すのも一苦労ですよね。職人はね、昔は、まあ、各集落の、うん、に何人かおりましてね、はい、それが時間的に暇な時に来ては貝屋根を吹いたんですが、はい、今それがなくなってしまったんでね、うん、もう職人がいないんですよね。今いてもだいたい80代になってる人が1人か2人いるだけで、はい、これが一番心配だったんですがね。あ、そうですよね、はい、ではこのかやぶき屋根のお家を保存していこうっていう、こういった活動をなさるきっかけは何だったんでしょうか？いや、私はね、はい、ここの部落で2軒しか残ってませんので、うん、まあ、風の狭い思いをしていたんですがね、ある時有志が旧八里町のにどのくらい残ってるか調べてみようということになりましてね、はい、うん、調べていただいたんですよ。そうしたらば80棟くらいの家屋がまだ残ってるんです。驚いたですね。だから何か予約因縁があって残ってるんじゃないかということで、それだけ残っているのにはこれは一つのあれですから、地域の文化財としてなんとかならないのかなということが保存会の始まりのなんですね。
そして木崎さんは石岡市の観光協会の副会長さんもされているということなんですが、はい、こういったあの観光ボランティアの皆さんと連携した活動なども考えていられおられるんですね。結構あのそういう方々が来て、うん、いろんな意味での、あの観光ボランティアの方との連絡は取っておりますね。まあ、こういった日本の昔ながらの風景が残っている数少ない地域とも言えるかと思うんですけれども、こういった八郷の魅力というのは木崎さんから見たらどんなところだとお考えですか？桃源郷でしょうな。もう昔のまま、そっくそのまま残ってるっていうのは関東かな、うん、都市近郊の中ではここだけじゃないんでしょうかね。とにかくここはね、東京のに行くのに1時間ちょっとで行きますから、はい、本当にあの便利なところで、これだけの自然が残ってるというのはまずないでしょうね。石岡市と合併して何かこう変わったところなんかもありますか？ちょっとね、石岡っていうのは何しろ古代文化の都市ですからね、はい、ここはいわゆるそのなんて言いますかな、ちょっと石岡とのずれがあるのはあるんですよね。合併しましたから、なんとかそれを一体化しなきゃならないということで努力はしてるんですけども、今ここにあの浅いとあのトンネルができましたよね、はい、あれによって相当変わってくるんじゃないでしょうかな。なるほど、はい、であのこちらの観光で来られる方も非常に多いかと思うんですけれども、はい、かやぶき屋根のお家、あの今木崎さんもお住まいになっていますし、一般の方が今も住んでらっしゃるお宅になりますよね。はい、そうですね、うん、だいたい、まあ、あの住んでおりますからね、ええ、今の文化財と全然違った形 の、うん、あの住宅ですね、うん、今後の文化財として保存していく動きもあるんですよね。まあ今のやるその文化財っていう昔のあれではね、ちょっと難しいですね。なんせ住んでますからね。そうですよね、はい、ちょっとあの壊れたら回収だってしたいですしね。回収するったってね、例えばね、蚊帳だって、採取するのに骨が折れますしね、職人がいなくなるということになると、ちょっと考えると風前の灯火なんですよ。だけども今それを何とかしようと思って、まああの職人を養成したりね、あるいは蚊帳場を今あの筑波の学院都市にたくさんあるんですよ、はい、そこであの衝突してますからね。現状とは大体あるんですけど、問題は職人ですね。で石岡にはあの古時の岡地とこでやはり割り屋根が買い屋根相当持ってますから、市そのものも関心がないわけじゃないんで、いろいろとご本音をいただいているので、なんとかその目的を達するだけの、保存するだけの材料は揃ってくるのかなっていう感じで持ってますね。近くにお住まいの方はもちろんこういった地域の八郷地区の魅力というものを普段感じていらっしゃるかと思うんですが、やっぱり茨城県広いですからね、ラジオを聞きの皆さんに八郷地区のこの魅力について一言お願いいたします。そうですね、やっぱりあの原風景って言いますかね、その農村の風景そのものもそっくりあの持ってるのはここの八郷だけでしたと思いますよね。だからちょっと年の取った人には相当なその教習を覚える地域じゃないかと思いますよ。この木崎さんが桃源郷だというこの八郷地区の日本の原風景、皆さんもぜひ足を運んでご覧ください。この時間は八郷かやぶき屋根保存会会長の木崎慎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。